自分はカリフォルニアです。うん、まあ。新曲作成中です。作業的にはだいぶはかどってますか。今ちょっとひらめきがみんな出たとか。いい感じです、うん、コーヒー作ったんですか。え、コーヒーは、いや、これから後でお願いしていいですか。わかりました。これからコーヒーを入れたいと思います。これペルズで買ったペルズのコーヒー豆、これをまずこれですりつぶして中細引きで、で今日はビアレッティっていうのを使います。ビアレッティ、エスプレッソを作るやつですね。で、まあ、仕組み的に言うと、ここにまず引いたコーヒー豆を入れて、ここにお水もしくはお湯入れて、こう置いて、これでこれでこの状態で火にかけるんですよ、下から。そうするとコーヒー豆を通った水というかお湯が沸騰するとだんだんこう上がってきて、はいはい、だんだんここに溜まってくんですよね。でビアレッティでもなんかえあれまあまあまあ、いいかちょっと今変な人通りましたけどビアレッティの中でもいろいろ種類あって、これはブリッカっていう種類で、また変な人いましたけどこれはこれがこの機械があることによって、うん、エスプレッソってクレマっていう泡があるんですけど、普通のビアレッティだと泡が出ないんですよ、泡立たないっていうか。でもこれあることによって圧縮された空気でプシューってなってクレマができるというものになります。ということで作っていきたいと思います。ということでまずは豆をですね、これから入れます。今回4人分作れるやつで、ここにすり切り1杯ぐらいになる量の豆があればいいんでもったいない。これで吸っていくんですけどもねうるさいな。ちょっと黙ってもらっていいですか。え？ちょっと黙ってもらっていいですかね。いやいや。やっぱ感情は言葉にしてないと。うん。一旦入れてみましょう。で、今引いた豆をここに入れます。で、この周りをこう取ってあげて、ブリッカってやつは。はい、最近のやつはこういうここにお湯の線目安があるんですよ、はい、でこの分をここに移します。なるほど。そしてこの上に今いったこれを乗っけて、
かり湿って火にかけます。いきますね。はい。で、弱火で大丈夫です。 2,3 分で泡が出るんで、ということでやってますけども誰そうそうそう、これまあ、ちゃんと言った通りにできてるじゃん。あ、ありがとうございます。取ってくな。ここ火が弱いんだよな。じゃあ、こっちに移していいですか。はい。あ、すごい。いや、一気に来てる。一気に来てる。あ、これで。これがこのフリッターの特徴で。ピートさんのコーヒーの火。いや今やっぱダメだったな。今火がね弱すぎたんで。失敗かよ。そうだ。だってカメラ回しといて失敗かよ。今度自分で撮りますか。いっぱい邪魔入ったし。締め、いや一口飲んでの感想ぐらい。いや美味しくないですか。いや美味しいです。これはこれで美味しいですけど。はい、いただきます。うん、これはこれでなんだ。みんな食べてました。もういいや。ああ。くだらないことばっかり思いついちゃうな。